北川玄関口大垣市民病院は、岐阜県大垣市にある医療機関。大垣市病院事業の設置等に関する条例に、基づき、大垣市が運営する公立の病院である。1933年に開設された大垣市立、診療所を前身とする。大垣市民病院は診療科26科、病床数903床を有す、岐阜県下最大規模の病院であり、 自治体の運営する病院としては、病床数で全国10位の規模である。日本医療機能評価機構認定病院、臨床研修指定病院、救急指定病院として、岐阜県知事により告示されている。性能医療圏において500床以上の病床を持つ、唯一の大規模病院であるため、大垣市外からの来院者も多く、外来診療や一般病床は常に非常に、 混雑している。特に救命救急センターは、年間約7500台の救急搬送、約5万人の救急外来を受け入れており、東海地方のみならず全国トップクラスの忙しさとなっている。救世機医療において特に患者の多い小児医療に、関しては、時間外でも、本院の小児科医が、日直、当直によって24時間診療を受け持つほか、毎週土曜、 木曜の夜間に関しては、大垣市の事業として、救命救急センター内に、小児夜間救急室が設置されている。産科を中心とした出産、新生児医療においては、本院は2008年2月1日より、地域集産規模子医療センターに指定されており、岐阜県の集産医療体制の中で、ハイリスク出産を引き受ける産児医療機関としての役割を担っている。また、 日本でも先駆けて導入された NICU での新生児心臓病治療や小児循環器医療、新生児医療を中心領域とする第2小児科の設置など先進的な取り組みがなされており、新生児心臓病の外科治療においては東海地方屈指の治療実績を有している。しかしその一方で、性能地域唯一の NICU を持ち、 滋賀県北部など他県からの搬送も受け入れるなど、近隣地域のハイリスク出産が本院に集中する状況になっているが、NICU の数に比して、文くの数が少なく受け入れ体制が万全であるとは、必ずしも言えない。その他診療面の特徴として、本院は病院の規模が大きく手術数が全科的に非常に多くなっている。 脳神経外科においては近隣に常時手術を行える病院がないため、緊急の場合には、性能地域のみならず、三重県北部や滋賀県北、東部から搬送されてくることも少なくない。循環器科に関しては、拒血性心臓病の症例数が非常に多く、名古屋大学関連病院としては、最多、全国でも有数の症例数となっている。形成外科に関しては、 本科自体の設置病院数が少ないことと上近に3名という充実した診療体制もあり、診療圏は滋賀県東部から岐阜、中濃地域、愛知県西部にまで至っている。また、癌診療においては、地域がん診療連携拠点病院に指定されており、胃がん、直腸がん、血腸がんなど消化器系のがんにおいては、いずれも全国でも最多クラスの症例数となっている。 内科分野に関しては、血液内科において、無菌室が7室備えられているほか、化学療法や増血幹細胞移植など高度な診療水準となっている。また呼吸器科に関しては、1996年より近隣の医療機関と協力して、性能全ん研究会を立ち上げ、性能地域における図画での死亡者数を例に近づける努力が行われている。 その他放射線症者に関しても、日本でもトップレベルの実施数となっている。その他地域災害医療センター、小児救急医療拠点病院、第2種間線症指定医療機関、性能地域リハビリテーション広域支援センターなどの指定を受けており、性能地域の機関病院としての重積を負っている。設備面においては、MRI やスペクト、マンモグラフィなど、 多数の高度医療機器を備えている。施設面においては、1982年から順次、進めてきた管理棟、病棟の改築が3病棟の進行をもって完成しており、この際に、眼科学療法外来で行う、通院治療センターや東海地方最大級の輸血センターなどの高度な医療設備、災害医療、救命救急対策として、ヘリポートの整備などが行われた。 ICU や NICU などの各集中治療室はいずれも岐阜県で最大規模の病床数を有しており、救急医療、高度医療に対応している。外来患者が多いことに対応して、周辺には代償かなりの数の駐車場が整備されている。また2007年1月から外来診療において、同年2月からは病棟においても、 電子カルテが導入されており IT 化が進められている。その他敷地内には職員向けに院内保育園も設置されている。また、岐阜県結核予防計画に基づく結核病床を有する病院である。他に、県内では、ながら医療センター、橋間市民病院、岐阜県立田地美病院、白鳥病院など当院を含めて旧病院が指定されている。 その他の特徴としては、医療ソーシャルワーカーの配置されたよろず、相談センターが設置されており、医療相談や福祉相談を受け付けているほか、地域医療の担い手として、同センター内に地域連携部門を設けるなど、病診連携にも積極的である。また、小児病棟には、大垣市立南小学校、南中学校の分校として、院内学級、 拳学級が設置されており、長期入院患者の学習環境をフォローしている。なお本院は、敷地内は全面禁煙となっている。経営面の特徴として、全国的に自治体経営病院が赤字に苦しむ中で、大垣市民病院においては純利益約10億円、利益上預金約67億円、医療収支比率約107%と、 全国有数の有料経営病院となっている。その反面で、前述の通り混雑が状態化しており、市民の中には混雑解消への対策を望む声もある。しかしその一方で本院でも、救急外来などを中心に、安易な受診が参見されるなど、限られた医療資源の中で利用する側にも慎重になるべき点があると言える。 大垣市における小児一時救急医療の充実のために2004年に開設された施設。大垣市民病院1階に併設されており、大垣市医師会に所属する小児科医師もしくは小児科標防医が持ち回りで当番をして診察に当たっている。本救急室では一時救急医療を担っており、二時救急医療を必要とされるような症状や、 救急搬送などの症例の場合には、大垣市民病院の小児会が診療に当たっている。大垣市の事業ではあるが、大垣市周辺の市町村からの受診者も多くなっている。従来は土曜日のみの診療であったが、2007年の4月より、大垣市外の医師も加わり木曜日の診療も開始した。ありがとうございます。